はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございますも,うもはやエンドリー・ケリー動画みたいにねこのチャンネルがもうなってしまってる感じですけれどもいやでもね本当に何度も言いますけどあの「THEFIRSTTAKE」のエンドリ・ケリー堂本剛さんの「エンドリ・ケリー名義の街」という歌い回し歌声を聴いた時に本当衝撃でしてね そこからエンドリー・ケリーのね、いろんな楽曲を聴かせていただいておりまして、も昨日はね、愛の人、もう本当に素晴らしい。うん。いいですよね、もう本当に。うん、いいです。<laughs> 今なお余韻に浸ってるぐらいえ、まとめ撮りしてるんですけど。 順番取りついさっきに「愛の人」を聞かせていただいてこれまあ見てる方はね一日次の日になってると思いますけど「愛の人4韻にまだ浸った中ですねもう一個私実は見たいのがあるんですよ。これも実は、まあ 昨日もね、ご紹介させていただきましたけれども、コ、えーギさんかな、これあの私が3本喋ってる間にコメントでね、正しい名前を教えていただいたら本当に申し訳ないんですけど、一気に3本取ってますので、まだあえてはね、読み方、コ義ギさんと呼んでしまいますけれども、の、えー、One Another's c o l o r とこのコメントいただいた中にね、すごく私が気になるものがありまして、えー、そこを読んじゃいましょう。えー 「THEFIRSTTAKE」の街のような感じで「ソメイヨシノ」全部カタカタナです。ソメイヨシノというミディアムバラードな曲を歌っている動画がつよく君公式インスタのリール動画に上がってますと。これもう当、ね私もついてくの必死ですけどインスタのリール動画、うん、ねいろんなの流行ってますよね、えー、上がってますと。 かっこ茶色い服でレコーディングブースにいる動画ともしお時間あれば一度聴いていただきたいですといううん聴きたいんですこれ私でえっ、ー、と「街」という楽曲は知っておりましたまあ細かくではないですけどねなんとなく知っておりましたそれからエンドリー・ケイの楽曲を聴かせていただいてましたが、えー、もう4曲かな、えー、初めて聴く曲ばっかりだったんですけどこの書いていただいてる「ソメイヨシノ」っていう楽曲は ちちょこちょここ「つい墜くしたー」ですよね、はい。今ちょっとそのリール動画を見つけてましてそこに歌詞が乗っかってるので分かるとこだけ、ね、知った顔で歌ってしまいましたけれどもだからなんとなくこの曲は聴いたことあるので街と同じ感じでね。でも街も私が当時聴いてた感じとはも全然違ったのでこの「ソメイヨシノ」っていう楽曲もどんな感じかなというのを もうね、映像的にはこう右左違いますけどレコーディングブースで歌ってますのでまあザファーストテイクみたいな映像に、まあ、なってるっちゃなってますけどえっ、ー、とねて得面3月26日アップみたいに書いてますこれが今年なのか去年なのかねその前なのか分かりませんけれどもさあそれでは、えー、今からですね講義さん読み方合ってるか未だ分かりませんけれどもに教えていただいた インスタのリール動画まで来ましたソメイヨシノ歌われてるバージョンを今から聴かせていただきたいと思います5分31秒の動画いってみましょう再生ポンさあ今無音の状態かなあれ無音の状態から無音のままですねちょっと待ってください <laughs> ね事前に聞いてないのがよくわかりますよねわかったわかったこの 何てうのスピーカーマークが今バッテンになってましたねそれは何も聞こえないはずですよねはい今戻しましたよじゃあもう一回いきましょう仕切り直し5分31秒「ソメイヨシノ」聴いてみましょう再生ポンあきた「てん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 」叫ぶ声がまたいガーガイですね「くあまたい,い」「墜落した」 ちょっとなんか触りながら左手で歌う感じかっこいいですね。この目がこの雫をいいね。こぼす意味をいいビブラト誰か教えてはくれませんかメロディーが難しいねまず。誰も知らない。 僕も知れないうんこれね左手でなんか触ってるのはこれレコーディングによくあるんですけど自分のカラオケとか自分の声とかあとこう加工ねエフェクトみたいなのがいじくるものがあるんですよなそこにきっとそれで自分で歌いながらバランスを取りながらこの感想の間にあんまりリズムを取ったりしないのがいいですね。どーんと構えてるすよくかっここいいですよこれ 理由がないからぬく、うん、えなかったよいいね高尾って時ちょっと重心が後ろに来ましたよ君もそうなの喋、うん、ってますね見事に抱いてあげたい、うん 後ろ君はこの季節抱くたびどんな思いを僕らに、うん、いいですね優しい低音ウィンクの花びら、うん、美しく身にまとってうとわ一瞬の裏声きれい風にもたれてさ 声がまた、うん。墜落した、うん。会えなくなる日は来る。うん。ルの着地柔らかい。どこかで待ってる。 マイナスな歌はここにが嫌う「潜めていこうか」「潜めてのようか」最後の「カー」って伸ばしてる音意図的かどうかわかんないですけど低めを強く「カー」とも出せますけど「カー」意図的じゃないかなと思いますけどさあそして「 軽く首でリズムを取っておりますけど、体は優雅に動いてます。てかてかた。感想。て。ててて綺麗に。整列。ててててて。お、ドラムかっこいいね。知っているスカートが。わお。一瞬遠くから響かして、前に戻ってくる素晴らしい。 み熱くさせたいよ。止めよしの君はがこの季節泣くたびどんな思いを僕らに。優しい低音。わさすんてんゆのぼったあなたの 「分身とかではないよね」「叫ぶ声がまた」「あなたをよぎらせた」

そして映像も暗くなっていきました25週間前って歌詞の一番最後に書いてますがやっぱ今年の3月26日ですね再生26.5万回すごいいやーあのー、まあ声の響きは毎度毎度言っておりますけれども今回私はこの動画を見させていただいて あすごい良かったなとと思うところが1個ありましたこれ何かっていうと今歌ってる時にね高い音に行く時「ソメイヨシノキミのぎせ」ちょっとこっちかな左の後ろの方にグッとこう一瞬ね高い音に行く時に重心が後ろ側に行くんですけどあれはね高い音出す時のやっぱり 正ししい出し方、ボイストレーナー的に言わしていただくとで音程が上がるとなった時に結構まあ一般的にカラオケなんかで歌われてる方はその音程をこうね高いから追いかけていこうと思って顔も上向きますしこう重心が上に行っちゃうんですよね。まあ、なんかこの曲でわざとやると「ソメイヨシギの君うわ」ってこういう出し方になりたくなるんですね。はい、そうすると あの声というのはもともと空気が声になっているわけですからあの空気の量が出てきてから声出しに行かないとどうしてもこう芯のなない音になっちゃうんですよねだから空気を、まあ、お腹のお腹というかまあ肺の下の方ですけどに入っている空気を高い音に行くんであればまずその音をたどり着く前に下から空気で押してあげないといけないんですよ。ってなった時に例えば今のね えダとラらららラーらとここの音が上がるわけですからその時に音を取りに行く前に空気を押してあげるから空気を押すと肺の周りを押すとグッとこう重心がやっぱ下がるお腹をくの字にしますからねで一般的にはそうすると自然とお腹を押されて空気が強く出てくるようになるんですけどただ レコーディングをしてる時っていうのはこれねマイクの位置が固定ですハンドマイクの時はこれでぐっと前にかがんでも全然問題ないんですけどマイクが固定だった場合はじゃあどうしようかっていうと自分が下がれないので背筋腹筋腹筋で押すとこうなるじゃあ今度背筋で押したらどうなるかっていうと今の強しくみたいにダラダラダラ後ろで押すからダラダラダラって こういうい動きになるわけですよね、うんでまあ、どちらにしてもその空気をしっかり下から押し上げていくから高尾といった時にグッと後ろに重心がいくという、うん、これはねあのテレビとかでね歌ってるところを見るとどうしたって正面から撮ることが多いので後ろに動いてるというのはあんまり分かりにくいんですよ。前に来てくれたら分かるんですけどでも今横から撮ってる映像なので。 とこね、高尾と行く時に自然とそういう動き方してるのがすごく今分かりやすくてあじゃあ剛君なあの高尾と出す時にこの楽曲ではですよでこういうまあレコーディングの状態だとちょっと左後ろの方にクッといった時に空気の量が強くなって非常に綺麗な高音が鳴っております、はい、そしてねもう一個ね聞いてていいなと思うのは。 墜落した。最後伸ばす音ありますね。で、この音が。だんだん声っていうのはもちろん空気ですけど、出してると空気がなくなってきますから、同じ音キープしようと思ってても、だんだんこれがもう空気がなくなってくると支えが難しくなってこう落っこってきちゃうんですよね。まあ、でも別にそれが悪いってことはなくて、まあ、それが。 人間っっぽいちょっと大げさに言うと墜落した声じゃないですよ音程がね空気がなくなることによってこう降りてきちゃったりすることがあるんですけど優しく切るのはいいんですけどそれと同じように音程も下がっちゃうだーこうなっちゃうと意図的じゃない場合はちょっとあんまりねかっこよく聞こえないんですけれども今のね歌ってるどのフレーズの終わり伸ばしてる時も絶 絶対落ちないです切り際までしっかり歌ってあげるというかね表現してあげるっていうのが、まあ、多分これは意識してやってるというよりかはもうそういう歌い方のもう、まあ、プロの出し方というかね鳴ってる音は自分がしっかり切るところまではしっかりと丁寧に音を乗せていくんだという。 うん、もうもはやこれは音程を合わしていこうとかっていう感覚ではなくてもうこの曲を丁寧に歌おうとか大事にこの気持ちを届けよう表現しようってなった必然としてそういうしっかり音をね最後まで,で奏でていくっていう感じになってるんじゃないかなと思うんですけどこれがほんとすごいいいなと思ったところでもう一個言いたいことがあったんですけどどこだったっけな。拭えなかった ほら読ん時も「よ」後ろ下がりますね軽く「君もさわなの」うんってますね「抱いてあげたい」ほらこれも綺麗に「後ろ君は」あそうだそうだはいこの途中でちらっと言いましたけど「君は」この伸ばしてる音の時に「 響くまあ、低音の方が響きがいいんですけど、その声の性質としてね。その剛君がっていうことじゃなくて、誰の声でもそうです。低い音の方が低音の響きやすい。高い音の方がちょっとまあ、えー、言い方あってよくわかんないですよ。軽い音になりがちなんですよね。だから、例えば太鼓の音とかをだん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 てやられたら、体に空気の振動が来る感覚で皆さんね。感じたことあると思うんですけど。 ちっちゃいこうトライアングルみたいなのありますよね。高い音の楽器をいって目の前でいて、いっきりやられても振動というのは来ないですよ。体に対する。それはやっぱり音の鳴る。えっ、ー、と高さによって振動数が違うんですよね。うんで、それは人の声も同じで、今の君はこれ。今私真ん中辺から高めの音を強めに伸ばしてますけど、めよしの君は？ こうやって歌う出し方の方が聴、うんまあ、いてる側も声が抜けていく感じがしてしかも今「よしの君は」はあ」の口ですからなんか高い音が鳴りやすい言葉でもあると思うんですけどこれも意図的じゃないかなと思うんですけど「わ」って言った後、ちょっとその「わ」と同じ音の中の低い音を使いに行くというか。 ソメイヨシ君は」っていうその違いが分かっていただけると嬉しいんですけど普通に出したら「君は」高い音で抜けていくこの音で全然歌,い歌声としてはすごいいいと思うんですけどなんとなくその音鳴った後に、もにこれを多分意識してるんじゃないのかなと思うんですけど。 君は音程は変わってないですよ音の高さは一緒なんですけど「あ鳴ってる響いてる位置がちょっと違っていて今のね私は変えていっていて剛くんはこの楽曲、まあ、この楽曲だけじゃないかもね街もそうだったかもしれないですけど伸ばしてる音に行ったらグッと。 低めの音を、うん、響かせにいってるような、ちょっともうちょっと手前一分三十二秒から。抱いてあげたい。これは高いまま言ってますけど、しげ、うん、の君は。Oh, うん、その季節たぐたびどんな想いを僕らに。で次も。 ピンクの花びらを美しく身にまとって風に持たれて叫ぶ叫ぶ声がまた 「いらくした」うん「た」もやっぱりね伸ばしてちゃんとギリギリまで「<だ>この音キープ、うん、やっぱそのサビの「君は」とこの音の時ね「ピンクの花びら」うんここは何か意図的にその響きを使われてるんじゃないかなという。 うん感じがしますけど、まあ、どちらにしてもねすごいやっぱいい響きが鳴るので、まあ、何度もねいろんな楽曲の解説で言ってますけどもう楽器の音がしてますよねうーんで一瞬「くったびどんな」ってその裏声が一瞬出てくるとこなんか非常に難しいと思うんです一瞬だけ高い音裏声が出てくるけれどももう何て言うんですかねその難しい音を通ってくるということに対する うん、意識はあまりなくてやっぱり表現してる流れの中で「歌たりいろんな」もう当たり前のように言ってますけども本来自分で曲を作って歌われてる方はここんんななな感じになるのが一番かっこいいなと思うんですよねもう自分が好きに奏でたものが決まったメロディーになりましたみたいな感じになるのがまあすぐかっこいいなと思うんですけどもうまさにそれをやられてる感じですよね。うん常に ドーンとしてるこの雰囲気もすごくかっこいいと思いますしいや聞けば聞くほどうん美味しい動画がいっぱいあって楽しいですね、はい。ということで今回はですね「ソメイヨシノ」という「 楽曲をですね、レコーディングの形で歌われている映像を見させていただきながらまた思うままにいろんなことをお話をさせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。